まあ、チアガーウェスが加入したことによってパワーもこう推進力も出せる、ちょっと違った顔をこう覗かせながらアクセントつけるのはこの森田、こちらがボランチという布陣ですね。そうですね、まあ、ポイントはこの森岡が不在、調子の良かった、でそこにこう鹿沼がセンターバック、ここに入ってくる、このサポーターの前で勝利はなるんでしょうか。今前半スタートです。まずはベルディ、長いボールを送ります。千田から右サイドへ、ちょっとミキ、ボラン回収、縦につけて、木村、折り返し、え、こぼれているが、これはどうだ、なんとかかき出しました、ベルディ決定機でした。夏から運んでいく、クロスボール、ジャメイン、その前でクリアです。拾った上村、上村ミドル、クリア、クリアです。巻いてくるファーサイド、千田折り返す、あ、ん、旗がって、あーっと PK、 コーナーの折り返し、岩田半止めの転がしてゴールイン、ベルディ先制に成功しました。前半35分、冷静に流し込んで先制です。染めのはリフティング、ヘリング、キーパー止めている、詰めた、ベルディ追加点、木村のゴール、染めの木村ツートップで2対0、前半のうちに追加点が入りました。木村は2試合連発です。まあ、これちょうど染野がフリーになったんですよね。しっかり2対0、ベルディが2点リードして試合を追い返します。松原よしきさんとお送りをしております。前半ベルディ2対0でリードしている、ここはしっかりあのファンサポーターの皆さんに必ず勝ってホーム初勝利したいところじゃないですかね。さあ後半です。まずは岩田がロングボールを送ります。レスピト、松原外に送って古川、中は3枚、古川クロス取れている、ティーショット、どうだ、入った、入った、ゴールイン、1点返した岩田、ティーショットのゴール、ティーショットは2試合連続ゴールです。ここは泥臭く1点を返しました。1点差、さあ試合は分からなくなっています。まずこれコーがインターセプトしたと、さあ先入る、これは繋がりませんでした、奪い返した、ジャミン、ブルーの地で、さあブルーの地でクロスボール、ゴール前、ジャミンだ、同点ゴール。そして今競り合いで激しい接触、ジャーメイン大丈夫でしょうか。そしてベルディの選手も倒れ込んでいます。ジャーメイン PK 失敗、中3人クロスボール、跳ね返り、森田のクリア、これ入る、こぼれる、木村が行く、木村が行く、倒れた、どうだ、これはホイッスル、一発レッド、ドグソで退場です。あ、どう選手が反応するか注目ですね。あと岩田に関しても結構近場であのクロスはブロックできてますからね。まあそれもありますね。さあ中央だ、森田スーパス、木村、木村、うわー、すごい、決まった、木村のゴール、こじ開けました、3対2、ベルディが試合終盤一歩前に出ます。ガッツポーズ、城福監督、木村今シーズン5ゴール目、今日2ゴール。キーパーマテウスがっちりキャッチ、今ホイッスル、試合終了、3対2、決戦を制したベルディ。
桑崎もようやくこの神戸での出場機会が巡ってきました、はい、いいサッカーするんじゃないですかね、はい、だから両チームともこの15分立ち上がりすごく大事だと思いますね、前半右エンド神戸、左エンド白いユニフォーム新潟です。前半の45分スタートです。神戸のキックオフでゲームが始まりました。パトリッキのクロス、いいの縦抜いてくる、先制。センターバックで出てサイドバックで出てるということを考えると、はい、チームも選手の幅も広がるっていうことですからね、中に入って井出口、軌道は結構難しいんですね、はい、合わせるの。ここヘディングがあった、およく触った、後ろから井出口が来ましたが、いいのです。続いてコーナーキック、セットプレー、バーに菊池がいます。その前に山川、インスイング、ヘリング、おっと押し込んだ、最後は宮代、2対0になりました。セットプレーから追加点、神戸です。いやいや、単をシュートが入らなくてもシュートをやり続ける、攻撃をやり続けるという話を吉田監督がしてました、はい、宮代のパスからパトリッキ、パトリッキのシュート、これは小島ナイスセーブ。ここで笛が鳴りました。前半の45分タイムアップです。15分25分にそれぞれ点を取りました。後半の45分、新潟のキックオフでゲームスタート、鈴木が下げます。木山から長谷川、間で受けて秋山、うん、鈴木の縦パスから入っていった長谷川、ワイルドがシュート、1点を返しました。そうですね、縦パスと長谷川の持ち出し良かったと思いますよ。それと逆サイドの藤原ですか、はい、最後は藤原です。外側をいつも使ってるのがいいところでね、サイドバックが太田が広がってると脇にボールが出てくるんですかね、はい、菊池運んだ、菊池左足リフレクション、オウンゴールになってしまいました。オウンゴールです。展開して行きや、セカンドボールを取りました。井出口が入れてきます。これも一番遠いところだ、胸トラップから初制、その奥村のファーストタッチ、おこれを取った、武藤のパスから大迫のラストパス、パトリッキ戻して宮代、うん、浮かして後ろからシュート、わずかに左に外れました。入れてきました、武藤、非常にいい潤滑油になってます、はい、中央に蹴りました、触った、そして折り返す、ゴール前だ、押し込んだですよね、2対2の同点、3対2です。3対2、1点返しました。先ほどオンゴールのエンド、そうですね、はい、早いリスタートから大迫、うん、逆サイドパトリッキを見ていた、ヘディングで落とす、後ろからわずかに右、入れ口枠には飛びませんでした。柔らかく出します、パトリッキ、同じシュート、これも小島ビッグセーブ。神戸が逃げ切れば3試合ぶりのホームの勝利になりました。3対2逃げ切りました、ヴィッセル神戸、3試合ぶりのホームでの勝利。
ワイドにルーカス・フェルナンデス、亀田左、予想フォーメーションは 4-3-3 という形です。まあ、前線宇佐美、坂本はまあ柔軟にポジションを入れ替えてプレーをすることができます。やはり普段の試合っていう感覚は必要ですね。いつも通りというのが一番ベストプレーにつながるということですね、はいはい、前半がスタートしました。左エンドホームガンバ、アベーセレッソ、右から左へと攻めていきます。つなぎ入ってるんですけど、まあ、そこのつなぎのポジションで関わる必要もあると思うんですよね、はい、奪ったボールをすぐに打ちに行きます、鈴木徳馬です、はい、鈴木選手は、ね、無回転のシュートを持ってますからね。行くと取り切れるとチャンスになります。引きつける鈴木徳馬、坂本一さん、うん、後ろから黒田のサポート、黒川左足、まあ、こちらは悔しい気持ちをプレーで表現をしてほしい先発起用です。マイクマ打ちます。それは気をつけた方がいい状態ですね。これは誰がコントロールしたらいいんですか。まあ、中谷選手が今逆に下がれっていう指示も出してるんですよね、前の選手と、ま、後ろがね、宇佐美だー、すごい、いやバスゴール、いやか、亀田、レオセアラ、前半終了のホイッスルです。まあ気持ちいいですよ、やっぱダービーは。はい、セカンドハーフがスタートしました。右エンドに1点リードホームガンバー、上下白のユニフォームがアウェーセレッソです。グランダ坂本へダイレクトで打つ横パスにはなりませんでした。今度は宇佐美の折り返し、ダワン、そうですね、ダワン選手入ってきたらあれがあるんでね、間合いを詰めてボールを回収しました。ハンダリック、いいパス、中宇佐美が行きます。仕掛けるベルト、外して左足、こういうセットプレー一つで一気に流れ変わったりするんで、ミドルベロ当たります。セレッソとしてはもう手を、まあ、ある程度交代で打ったので、ガンバがこれに対してどう反応していくかですよね、交代選手も含めて。ブエノショートコーナー、香川、ブエノミドル、最初に自分の前のスペースをなくしてしまいました ね、 うね、抜けた、入れ替わる、ウェイポスト、こぼれた、宇佐美です、抜けてきましたよね、あ、よくクリアしました。宇佐美、また下を通して坂本、もう入れ替わってきた、プレオン、シュートだ、これから、もう一度坂本、いいですけどね、自分でシュート打ちに行くというあの姿勢はね、お、空いている、ダマン打たずに宇佐美へ落としてきました。ちょっとセレッソは今中途半端になってますね、うん、坂本倒れない、キープする、レルトン、レルトン狙う、正面、うん、頑張れと促されました。いやー、でもレルトン選手、いやー狙う、うん、ワンタッチあります。タフやね、ウェルトン選手は。終わりました、1対0、ガンバがセレッソを下しました。
サポーターの中では2試合前のこのここで戦った湘南戦のゲームですよね、はい、3対0から、はい、まあ、そういうゲームは絶対見たくないと思ってますし、はい、そして鈴木武蔵に今シーズン初ゴールが生まれればチームにとっても大きな勢いになりますね。どんな形でも欲しいですよね、はいはい、まあ、スピードのある選手がいますしね、中央にも速い選手強い選手いますから、はい、そこにどうやってボールを預けていくか、前半は FC 東京のキックオフです。2024J1 リーグ第12節北海道コンサドーレ札幌対 FC 東京の一戦、コマイスルースルがここは合いません。ここから速いですよ、はい、中川前を向く、うん、さあかわしました。左にディエゴ・オリベイラ、中川中、右サイドのあーってくるが、そこを使って1対1シュート、スケールが止めました。ペナルティーレに近いところ鈴木武蔵が少しポジションを下げます。さっきカウンター持っていかれたところ、まあ、サイドから、はい、まあ、中へのボールですよね。そこで奪われた後でしたから、うん、ママがワンタッチでゴールに向かっていく、決まった、札幌先制。ババこの表情、これは狙ってはないですよ、はい、はい、まあ、本人が一番びっくりしていると思いますけど、まあ、畑野選手もまさかっていう感じの、まあ、ポジショニングだったと思うんですよね、はい、そこからやっぱり来ないと思いますよね。ここから左サイドを作りながら逆サイドサイドチェンジ、いいボールでしたよね。ここは中にダイレクトで折り返したボールなんですけど、これ頭抱えてます、はい、まあ、ここのサイドチェンジ素晴らしいですね。アラン選手ワンタッチで中、うん、チーム全体として前に行って2点も取りに行くのか、はい、ここは浅野残しました、はい、中に入れる鈴木武蔵、うまくターンしてシュートを打った、今のうまかったですね、馬場がタック取ることによってワイドの近藤が今ゴールの中央、新野持ち運ぶ、中に入れる、スパチョークする、後ろから青木のシュート、ー旗のナイスセーブ、はい、ディエゴ・オリベイラこの位置、中央を持って自ら行く、前が空いた、シュート、わずかに左、あんまりこうくっつきすぎるとやっぱ回転されるというか、はい、くるっといかれる可能性もあるので、そこは繊細にプレーしなきゃいけないですよ、ね、なるほど、はい、ナイスボールだ、さあ逆サイド入ってきますよ、逆サイドの田原積みだ、うわーナイスシュ、 FC 東京追いつきました。田原積みだの今シーズン初ゴール、見事なボールでした今は、はい、入り方も素晴らしい、さて1本からコーが入って、中友選手からここから、はい、中央ワンタッチ背後、はい、ボールも素晴らしい、ここで逆サイドからやっぱ遅れてないんですよね、いいタイミングなんですよね、左足でキーパーから離れていく軌道、バングーナガンデが上げて森重の前、後ろから田原積みだ、アラのクリアできるか、まだこぼれて、最後は中川、もう一度菅野、うん、バングラガンでワンタッチで入れる、ここでようやく蹴り出します。ここで笛です。前半終了、前半は1対1札幌馬場、そして FC 東京田原積田のゴールで札幌ボールからキックオフ。2024 J1 リーグ第12節北海道コンサドーレ札幌対 FC 東京の後半戦です。馬場へ、馬場が持って中選択、スパチョーク、スパチョークは飛んでからシュートを狙っていきました。コントロール、さあ高い位置で奪って、中川、ディエゴ・オリベイラ、決まった、 FC 東京逆転、ディエゴ・オリベイラ3試合連続ゴール、高い位置で奪って、勝負カウンター見事に炸裂、鋭いな、これで3試合連続ゴール。いや、このビルドアップに対する守備なんです、ここでちょっとミスがあったんですよね、ここ拾ってしっかりと、はい、この後の中川選手も馬場から縦、鈴木武蔵倒れて、オンプレオン、中島です、ちょっと浅野から高尾、ボールが入って大きいのシュートは最後長友か、野沢がキープしてよくつなぎました、はい、徳本が縦へというところでしたが、ここで試合終了。 FC 東京これで3連勝はピーター・クラモフスキー監督にとっても初めて。
果たして今日はこの3トップでどんな活躍を見せるのか注目です、ね、そうなんですよね、まあ、そこを継続できるのかまた見たいみたいですね、はいはい、今ホイッスルが吹かれました。少しフェイクを入れながらドレシェビッチ、鈴木、ここはアピアタウヤ久志、ワンタッチで一味、さらに鈴木統一、一味右足の枠に当たった、前を向いている、中に一味、ドリブルで仕掛ける、シュートは打たせなかった、川崎颯太の右足振り抜かない、ここで左だ、うわ面白い、そうですね、先頭がポジションを指示していますが、庄司そのまま打っていった、クソンユン、いやー思い切って打っていきましたね、すごい距離だ、浮かせます、一味のところカットした先頭、藤本ワンタッチ、オセフンワンタッチ、その荒木右足振り抜いた、宮本もサイドバックなんですが中に来ました、ここはカットする柴戸、さらに藤本が行く、優しいパス、荒木折り返す、オセフンだ、先制点は首位町田、いやー本当に町田らしいゴールでしたよ、そうですね、町田らしいゴールで先制です、0対1、まあ、相手のビルドアップ中央に差し込んでしまったんですけども、はい、まあ、それを前向きに、ドレシェビッチ、庄司がファーサイドにいます、ライナー性のボール、クソンユンこぼれたところ、もう一回キャッチ、気持ちを見せましたクソンユン、こういったシンプルなボールでいいですよね、一味、ここまで一回ひっくり返せばね、そうですね、鈴木統一、はい、今日町田からすると守りづらいですから、はい、一気に進入してきました、鈴木統一左足だ、谷こぼれたところ、谷キャッチです、ここでホイッスルが鳴っています、前半を終了して0対1、先制した町田がその1点、そして平川左のサイドハーフ、右サイドハーフナサンコは変わっていません、さあ京都サンガ FC のキックオフで後半始まっています、ハーフタイムに1回、そして今が1回目の交代回数ということになります、ミッチェル・デュークには川崎颯太がつきます、そのデュークの先折り返した藤尾、バイシクル狙っていたドレシェビッチ、ここでシュート、まあ、若田部さんがおっしゃられたようにまだスコア1点差ですから、そうですよね、分からないんですよね、藤尾翔太足元で収めて金子が行きますが、ここはワンタッチで外に出す、ナサンコスピードがあります、中にミッチェル・デューク、切り返して切り返して深い、いやシュート、オセフン、ナサンコ揃い踏み、どうだっていうね、ですね、顔してましたね、ね、ここ ね切り返し深くないですか、妙なタイミングではありましたけど ね、あ、ゴールという判定になりました、うん、ミッチェル・デューク、ドレシェビッチがセンター、ややニアにエリキ、ドレシェビッチターゲットだったか、いやミッチェル・デューク、J1 7年ぶりのゴールは3点目。いやー、デュークの一振りでしたね。こぼれてきましたね、ミッチェル・デューク選手の前に。はい、まあ、ここのアクションもあってでしょうかね。手なのかお腹なのかちょっと分かりづらかったですね。はい、ゴールですね。ゴールですね。はい、マッチライン際。ボール奪ったエリヒからミッチェル・デューク、うん、ここでシュート、さらにここが詰めている、平川の左足でした、藤尾よく行きます、そしてエリヒ、もう一度増田啓太、ここでホイッスルです、首位町田見事な勝利を飾りました、首位を譲らない J1 初昇格のゼルビアです。
鶴野なんかがやっぱ関わってこれると、はい、まあ、カウンターうまくはめれると思いますし、まあ、鶴野北島、まあ、特に鶴野なんか裏抜けうまいですから、まあ、そこをうまく一体したいなと感じますよね。爆発的な攻撃力を持ってますから、まあ、そこをどれだけ活かせるか使えるかというところは見ていきたいですよね、はい、いつもの福岡の戦い方ではなくなるということは、まあ、ほとんどありませんので、そのあたりは、ね、スタイルは継続、はい、さあそして川崎は当然アウェーの地で連勝を目指しての一戦。山田、そして遠野、遠野狙うか、遠野左足、いや遠野の左足、さあここはマルシーニョ、そしてエリソン押し込めない、マルシーニョエリソンもいます、まだあるか、川崎、佐々木今度は奈良、おっとここは遠野のプレスバックで小田のところを見ていた、茂みのパス、ただマルシーニョ、さあこれ前半残り最後のチャンスになってくるか、マルシーニョ突破した、井上かわされた、マルシーニョだ、そしてエリソンに入る、エリソン長いし足を出した、いやただ迫力ある攻めでしたが、最後はエリソン長いし対応、脇坂コーナーキック、脇坂からのボール、ここで前半終了の笛です。最後奥佐々木だったかと思うんですが、さあまずは1点を巡っての後半の攻防です。2024明治安田の J1 リーグ第12節、アビスパ福岡対川崎フロンターレ、改めて福岡は須藤に代わって岩崎、まあ、上杉っていうところもやっぱ加味して、やっぱこの時間帯、早い時間帯で、ね、あっと岩崎引っ掛けた、松岡からウェリントン、そしてその岩崎だ、松岡狙うか、松岡、いやシュートへの積極性ここで見せていきました松岡です。川崎瀬川に代わってで光るとポジションを少し変えながら、立花だ、あいいところに出した、ここで脇坂からのボール、山田、そらした、湯沢も行きましたが、わずかに遠野、最近やってるこう左のウィングバックのような立ち位置の方が ね、はい、ね、意味合い的にね、さあここは今野を懸命に追い返した、茂み、神福の塔、茂みのシュートは神福の塔、今野からさあザヘリ、大南が作るザヘリ、ザヘリ、ザヘリ、ザヘリだ、ザヘリ、あーここは神福本、まだ両チーム得点はありません。井上、あっとこれ山田運んでいく、ここまで運んだ山田力強さ、山田決め切りました、川崎先制0対1、どれだけ一人で運んだかという山田です。山田のこのプレー、中原さん、いやすごいですね、こう多分松岡はもうここでファールでいいっていう風に多分止めに行ったと思うんですよね、まあ、あとここの切り返しと、まあ、最後多分キーパーが見えたと思うので、キーパーに当てないように少し浮かしながらってところ、まあ、ここから切り返して、これ多分俯瞰でキーパーが見えている中でキーパーのところを当てないように浮かすわけですけども、力強さとテクニックと、はい、決定力素晴らしいですね、まあ、少しこう後ろからのスライディングのような形になりますよね。松岡から、さあまた岩崎、しっかり止めて岩崎ここでギアを上げた、岩崎からのボール、上福本懸命に触った、今野で追いついたアビスパ福岡、1対1、今野の左足で追いつきました。最近はザヘリーだった福岡の攻撃陣、今野がネットを揺らしました。まあこれもこの力ですよね、これ多分家永、ただ川崎もここから進化が問われるという、追いつかれてそれでも強さを見せるか、さあゴミス長石、ゴミスのヘディングシュートは長石ビクセル、瀬古が入れる、長石で試合終了の笛です。1対1の引き分け。
2024シーズン第12節サンフレッチェ広島対名古屋グランパスです。広島はサイドアタックが中心です。怪我から戻ってきた荒木、スリーセンターバックの真ん中です。でセンターバックをやっていた中野が定位置の右のサイドに戻っています。3人を温存してこの試合スタメンに使ってきました。ウィングバックは今日野上と内田ということになります。前半の45分のスタート、センターバックの荒木に戻します。荒木は長いボール右に振ります。中野が競っていきます。ここはスローインに変わります。2018年は広島で J のキャリアハイ20点取りましたからね。そうですね。パトリックが行く、おーとパトリック行った、フルス相手に恩返しラン、立ち上がり先制、名古屋グランパスパトリック。いや森崎さん、はい、サップで収めて倒れる、笛は鳴っていません。森島柔らかいクロスで稲垣、森島から稲垣、クルス対戦コンビで取りました。取ってほしい時に取る。広島のセットプレーは基本的に特徴としてはアウトスイングで、森崎さんキーパーを絶対にこう外すような、なんか印象ありますよね、はい、今年 ね、はい、真ん中に入ったボールゴールから遠ざかるアウトスイングです。星道の右足、うん、非常に力を発揮できるようになっていると思いますから。満田から混戦になって加藤がいった、ランゲラック押し込んだ、オフサイドフラッグが上がりました。最後は混戦になってこぼれ球を押し込んだんですが、うん、東選手が、まあ、ミドルゾーンからねそのままドリブルで運びながら、まあ、そのまま止まらずね、まあ、少しこう強引な形でボールを、ね、前に運んで、まあ、加藤選手のシュートに対してまたこぼれ球にね東選手反応しましたね。解説森崎浩二さんです。さあ動きのあった前半ですけれども、どう表現されますか。まあ前半こう立ち上がり、まあ、広島の、まあ、連携ミスからねパトリック選手がゴール決めて、広島はマルコス、名古屋そのままの11人、後半の45分のスタートです。J1 初ゴール腰道、どこでもできる東、スルーしてマルコスジュニオール、うん、中を見た、クロスを上げた、大外で中野来た、中野の左足だ、腰道あれば逆のウィングバック、中野が決めた、2対2同点サンフレッチェ広島。いやこのゴールも本当に質が高かったですよね。まあ、このストレートのボールしっかり左足で止めて、まあ、中野選手の一振り、まあ、どちらも本当に質の高い、まあ、パスからのシュートでしたね。まあ、マルコス選手も、まあ、しっかりとねファーサイドの中野選手を見ていましたけど、まあこの速いボールを、ね、しっかりと左足で止めて、自信を持ってのプレーが続きます。腰道、満田の巻いたボールで折り返し、腰道、ピエロス・ソティリューヒール、うん、もう一回広島、腰道切り返す、左足で使ってマルコス・ジュニオール、ナイスキーパー、ランゲラック。でここでねヒールという、ね、アイデアをピエロス選手見せましたけど、まあ、よくねあそこゴールカバーしましたね。でこのマルコス・ジュニオール選手のシュート、揺さぶったところから浮き球で長い、胸コントロールから長い、こぼれてユンカーの、いったー、なんということでしょうか。交代で入ってきたユンカー、そして長い、どちらかのゴールではない、2人のストライカーで取った1点、勝ち越しグラン。ここで試合そして
点という、まあ、失点数自体は少ないんですけれども、そのうち7失点がセットプレーから、まあ、一方アントラーズの方は得点15のうち7得点、まあ、4-4-2 でしっかりとこうブロックを築きながら、そしていい形でボールを奪ってサビを経由しながらですね、鹿島も戦い方はね、ポポイチ監督になってはっきりしてますから、縦に速い、柏レイソルのキックオフで前半がスタートしました。右から左に攻めていきます、黄色いユニフォーム柏レイソル。佐野回収、ワンタッチ、名護が抜ける、名護切り返した、名護だ、立ち上がり3分アントラーズ先制、うまく抜け出しました名護慎太郎。川口対応、ただ拾う、安西入れてくる、ニアヘッド、これちょっとクリアうまくいきません、島村、安西が左足で入れる、ヘディングこぼれてシュートだ、諸岡でした。犬飼から背後落とすようなボール、マテウス・サビオだ、繋がった小山、横パス、ここで前半終了のホイッスルです。アウェーのアントラーズが1点リードして折り返しということになりました。後半がスタートしました。今豊島が真ん中に立ってます。豊島と土屋のダブルボランチ、安西うまく繋いだ、仲間胸コントロール引きつけて背後へ、安西航輝、中に3枚いる、マイナス、鈴木優馬だ、ポスト決まらない、決定機でした鈴木優馬。名護と仲間でもいい働きをしましたね今日ね。そうですね、前半やっぱり柏のディフェンスラインにかなり脅威を与えてましたよね。はい、豊島うまく前向いた、豊島来る、前が来る、豊島スルーパス、島村追いついたね、それ島村拓也、真ん中割っていきました、ゴール認められました、同点です。柏レイソル、オフサイドなし、さあいい形、マテウス・サビオ、小山津内側からスピードアップ、小山津、木下が入ってくる、マテウス・サビオ、ハンド、手に当たった、 PK、 一気に逆転のチャンス、柏レイソル。まあ、キーパー見て蹴ったわけじゃないですけど、まあ、俯瞰してちょっと見えてるところ、俯瞰というか見えてるところもあるんですね、間接的にね。三つ丸のキックです、いいとこ、ヘッド、いや早川見事ですよ、今のあの至近距離からよく反応しましたね。ちょっとなかなかこうラインの後ろに走る選手がいなくなってきましたね。いいとこですね。鈴木馬コントロール、ジョイショーバー、松本、鈴木馬背後狙う、チャブリッチ来た、チャブリッチ、いいよ、チャブリッチ、素晴らしいフィニッシュ、鹿島勝ち越し。土屋からマテウス・サビオ、早川が出、おー、バウンド変わった、マテウス・サビオだ、あー、ポスト、まさかまさかのポストですね、はい、まあ、初戦の中国戦で、まあ、二松が退場して、はい、で急遽入ったんですけど、まあ、そこからはもう完全に、まあ、
ですからそういう点では目指すものが明確にある選手が多数います。まあ、守備でも貢献度の高 いや本当、はい、ハードワークしてくれますしですね。少し雰囲気を変えてきました山口監督。さあ湘南ボールのキックオフで前半が始まりました。サイド変えます。鈴木、旗の後ろから大野が来た。旗がパスをした。平岡折り返した。まだあります。いやシュートだったしかね。キムテヒョンの浮き玉、長沼転がした。手塚が踏み込んで打った。中盤の3列目から左利きの手塚が出てきました。さあ手塚蹴って速い球、真ん中だ。ちょこちょこが決めました。まさに富樫決めました。高い3人じゃなかった。富樫のヘッダー、トス先制。しばしアウェーで勝ってないトスが先制しました。富樫ケイマンです。まあ、ゾーンですからね。こう湘南が2トップ気味でプレスかけるので、まあ、トスは3バックプラス川原でやってますね。菊池のパスから長沼、ニアに川原、マルセロヒアン。福田の上をボールは通過。セカンドボールは平岡もプレッシャーをかけます。それは川原、おお、ね、インスライディング肩、ね、です。そして阿部上げた。福田のヘディング、やっぱり乗ってる男は違います。公式戦ここ6戦5発、まさに湘南の点取り屋福田翔です。追いつきました湘南。25分、ゲーム振り出し1対1です。いいプレーが続きましたね。旗の切り替えというのは守備から始まってますし、風格なのかな、自信なのかな。池田反転、平行に入れた。オフサイド。池田の飛び出しがオフサイドだったようですが、わずかじゃないですかね。どうだろう。福田、オフサイドかな。はい、この映像ですとちょっと出てる風に見えますが、まあ、でもおそらく、ね、VR の方で確認はしているはずです。いやでもこれは左足打ったんですが、枠には行ったんですが、脅かすほどのものではありませんでした。前半終了の笛です。後半はしたがってこの今ボールを木村が蹴りますが、木村の背中側から風が吹いている中でゲームを行います。そういうプレーも多くなってくるのかなって気はしますけどね。あ、いいですねこれ。肩のパスだ。半身でもらった池田、流す。阿部打った。これぞシュートの職人阿部博之、見事な逆転のゴール。池田の横パスワンタッチ、ゴールの右隅まさに流し込みました。阿部です。湘南リードです。これ一番いい形です。前で平尾、いいとこ入れた。鈴木優斗、阿部打った。鈴木優斗がいいパス出しました。ボールサイドは旗が早めに前に出ます。川原のワンタッチ、富樫真ん中に入れた。スルーして川原もらった。長沼か、まだマルセロヒアンだ。ナイスキーパー。横には田中です。阿部落とし、このシュートはどうか、こぼれた。なんとかクリアに逃げます。動いたのは横山、手前を狙った。直接ゴールに向かう軌道でした。ずらす横山、もう一つ枠来た。エースキーパーソンボード軍、いや、はい、渡辺を使った。ここで木村主審のファイナルホイッスル。レモンガススタジアム、大きな歓声が起きました。観客さん達成ということにもなる、そんな浦和レッズ。
センターフォワードの塩貝には期待したいですね。はい、今季公式戦すでに17試合目となります横浜 F マリノスです。さあキックオフの笛が吹かれました。アウェーの横浜 F マリノスのボールでスタートしています。右ライン際で裏を狙おうという前田直樹の動きがありました。少し腹筋で当たってしまっていて誤ってますけれども、さあ中島翔也がドリブルの中に入っていく。そしてシュートを狙っていった。ここは正面でした。ボフィリアムからのボール、水沼へワンタッチで落として渡辺豪太、渡辺からのボール、さあこれが塩貝に収まる。打っていった。あの位置から狙いましたね。いいですね、インパクトのあるシュートでしたし、ジャゴサンタナの頭の上越していきましたけども、まだマイボール。ジャゴサンタナ入っていく。ここから振っていく。狙っていきましたジャゴサンタナです。そして中島からさあ前に持ち出してシュートが来た。うまく前線に入っていきました伊藤敦樹。落ち着いて決めました。先制浦和レッズ。これですよ伊藤敦樹。さあもう一度コーナーキック。先ほどはニアでしたが、今度はファーへのボールになる。折り返すアレクサンダー・ショルツ。どうかな、押し込めないか、わずか左というところでした。中島翔平、さあ中渡辺龍馬も入っていっている。中島から、さあ渡辺龍馬ここで切り返して、ここからクロス、ファーサイド、ポストラーの壊れて、なんとかクリア。まだあるグスタフソン、ここへフラッグ上がってます。オフサイドです。向かいましたよ。はい、素晴らしい前半だったなと。自分たちの攻撃守備の狙いがすごく出てましたね。はい、後半はホームの浦和レッズのボールでスタートをします。後半が始まりました。右にエンド赤いシャツがホームの浦和レッズ、左から右へと攻め、おっと裏へのボール一つ、ジャムサンタの走らせてというところでしたが、呼んでいるグスタフソン、そこにボールが入って、ここから縦パス入れる。さあ伊藤敦樹が持っていく。ここからシュート選択できた。今日自身2得点目。あの位置からシュートを選択、左隅に決めました。やっぱり1点目が先制点のところで、はい、やっぱり気持ちが解放されたのが、やっぱこの左足のシュートにつながっていると。浮かして大久保を使っていきます。大久保縦に行った。さあ大久保が持って行って中を見て、ここからマイナスのボール、中島翔也ナイスキーパー。そしてクリア渡辺大輝。逆サイドには中島翔也がいます。ここは自分でジャンボサンタナ持っていく。まだ持っていきながら中島翔也、ここからカットインをしてシュートだ。うん、あそこにまた前田も飛び込んでいきました。そして中島翔也のところ、ヤンマテウスと山根でボールを奪って、もう一度ヤンマテウス、マテウス中に入って狙っていった。しっかりとキャッチをしています。ここは西川のキャッチ。ヤンマテウス、さあここから加藤いじり、そして宮地から回した。ここが上田が、加藤ひじりの左足ですよね。あ、失礼、加藤の左足です。西川のキック、そしてここで長い笛が吹かれました。伊藤敦樹の2得点。